やっぱり俺には個室ビデオ店がないとダメだ。どんなに怒られたりしても俺は個室ビデオ店に通い続けるし。ブラックワールド。俺の名は山口。見ての通りニートだ。俺は何度か個室ビデオ店を利用したことがある。いろいろトラブルを起こして店を出禁になったり、両親に怒られて実家を締め出されたりとひどい目にあった。俺は決めた。もう二度と個室ビデオ店は利用しない。決断から1ヶ月、俺はすでに個室ビデオ店に行きたくて仕方がなくなっていた。やっぱり大人のビデオを気楽に楽しむ場所が俺には必要だ。しかし近所の店も隣町の店も出禁になってしまったし、もしかしたら親が監視に来る可能性だってある。もう少し遠くの店を探さないと。そう思って俺は電車を使って3駅ほど離れた場所へと向かった。この辺なら栄えてるし、個室ビデオ店の一つや二つ。お、あった！俺の予想通り、駅前に個室ビデオ店があった。しかも激安！ 24 時間で3150円の店だ。懲りずに俺は親の金をくすねてきたし、しばらくここに住むことにしようと。ほほう、激安ではあるが、内装はきちんとしているね。それに食べ放題のカレーにドリンクバーもある。十分だね。のと PC はないのか。まあビデオさえ楽しめればいいし、贅沢はうまい。俺は早速部屋でカレーとコーラを飲み食いしながら大人のビデオをしこたま楽しんだ。ほほう、なかなか見たことのないレアものまで揃えてあるとは。俺結構いい店を見つけちまったんじゃないか。やっぱり俺には個室ビデオ店がないとダメだ。どんなに怒られたりしても俺は個室ビデオ店に通い続けるし。なんて言ってから早1週間が過ぎた。親からくすねてきた金もなくなってきて、俺の生活はルーティン化していった。まず落ちてカレー、そしてコーラ、それから朝のメディテンの運動。だらだら DVD を漁っていたら昼になっているので、またカレーとコーラ、そして食後の右手の運動。食事と運動で疲れたらゆっくり昼寝、落ちたらおやつにカレーとコーラ、そして暇つぶしに右手の運動。ちょっとマンネリだな。だらだら DVD を見ながら右手の運動、まるでそれをするだけの機械みたいな生活で。カレーとコーラばかりの生活で一気に太った気もするし、部屋が狭い。少し外の空気を吸おうと思い部屋から出ると、鼻をつまみながら店員が俺を見てきて。なんでこいつ、客に対して失礼な態度を取りやがって。イラッとしながらもその時は無視してやって。俺は寛容だからね。金がなくなってきたので電車を使って一旦家に帰る。幸い親は留守にしていたので、その隙に金を奪っちゃう。うほほー、今日はたっぷり金を置いてあるじゃないか。これだけの金があれば1ヶ月くらいは帰らずに済みそうだ。俺は大金を持って店に戻ることにして、店に戻る前に実家にあったお気に入りのビデオも回収しておいて。うほほ、これこれ、やっぱりお気に入りは定期的に見ないとね。これで俺のビデオ店生活も潤うぜ。マンネリを感じた時は大人の DVD ではなく普通の映画やドラマを見ることもある。ほほう、この女優結構いい演技するな。でもカメラワークや演出が気に入らない。俺だったらもっといい作品にできるのにね。大人の DVD を一通り見た俺は映画の DVD を見まくって、それを批評することがマイブームになっていて。ふむ、この映画はなかなかいいな。でも安い泣かせ方をしてくるから気に入らない。60点。なんだこの映画、女優が可愛くねえじゃねえか。30点。毎日カレーとコーラを飲み食いし映画を見る日々。これだけたくさんの映画を見ている俺ならきっと映画監督になれるんじゃないか。
斬新な視点から批評を浴びせることができるからな。俺、才能あるんじゃないか。映画をたくさん見ていると、だんだん大人の DVD も恋しくなってきて、お気に入りの女優のものをもう一度見始めると、新たな発見があって。うほほー！久しぶりに見ると右手の運動がはかどる！ねえ、でもこのカメラワーク微妙じゃないか？これじゃうまく表情が見せられないじゃないか。いつの間にか俺は大人の DVD ソムリエのようになっていたので、数々の映像作品を見て俺は天才的な才能を見出してしまったのかもしれない。まさか俺にこんな才能があったなんて。俺天才なんじゃないかな。この俺の意外な才能を発掘してからというもの、俺は映像監督になるという夢を持つようになって、個室ビデオ店から生まれた映像監督か。へへ、そうやって売り込めばきっとこの店は俺に感謝するだろう。いやー、個室ビデオ店最高。しかし個室ビデオ店もメリットばかりではなかった。だんだんと俺の生活に変化が現れたので、なんだか最近妙に臭い気がするな。俺の部屋定期的に掃除されているようだが、それでも匂いがこびりついてしまっているらしい。カレーと俺の大衆と俺のあれの匂いかな。くっせえな。どうにかしろよ店員、これじゃ快適に生活できねえじゃん。匂いにイライラしてしまうので、最近は食事ブースでカレーとコーラを食べるのが連れになっている。食事ブースで飯を食っていると周りから客が遠ざかっていく。なんだよお前ら、まるで人を病原菌みたいに扱いやがって。食事中だけでなく DVD を探している時も同じようなことが起こる。チッ、どいつもこいつも俺から離れやがって。そんなに俺が邪魔かよ。匂いのせいか周りから人が離れていく。肩身が狭いので部屋に戻るのだが、カレーにコーラばかり飲み食いしていたのですっかり太ってしまい、部屋が狭い。ねえ、苦しい。これじゃまるで箱詰めだ。DVD も見飽きてきて、寝とげでもしたいと思っても、パソコンがないから退屈しのぎができない。パソコンがないことが、ここまでデメリットになるとは。イライラしてしまって、俺はロビーの食事ブースに長居することが増えて。そうしていると、ひ弱そうな客が俺をジロジロ見てきて。ちょうどイライラしていたし、あいつに絡んでやる。おいお前、何さっきからこっち見てんの？ムカつくんだけど。え、いや、別に見てなんか。俺はもう1ヶ月近くここに住んでるんだよ。俺に対して何生意気な態度取っちゃってんの？気持ちいい。俺より弱そうな客に強気になるのってこんなに気持ちいいんだね。そう思っていると店員が騒ぎを聞いて駆けつけてきて、こいつも弱そうな見た目だったが態度だけは大きかった。ちょっとお客さん、お客さん同士の揉め事はやめてください。どうして俺たちがそんなこと言われないといけないわけ？悪いのは俺の視界に入ったこいつだろ。あのですね、お言葉ですけど、あなたの大衆、他のお客さんからクレームが入っているんですよ。せめてお風呂に入ってきてくださいよ。大衆？お風呂？客に向かってそんなこと言うのかてめえ。生意気なやつだ、俺よりもひ弱そうなくせに。ムカついたからこいつをぶん殴ってやる。おれ！警察！おい、警察なんて呼ぶんじゃねえ。悪いのはこの店員だろ。そう、弱いくせに生意気な態度を取るこいつが悪い。正義は我にあり。そう思っていたが。へえ、悪いのは店員？どう見ても先に手を出したお前の方が悪そうだけどな。
調子に乗っていたら、やたらがたいのいい客が俺に話しかけてきて。個室ビデオ店はみんなで楽しく使わねえとな。まあ、まずは外に出ようか、兄ちゃん。ちょっと待ってください。誰か助けて、助けて。俺はいろんな人に助けを求めたが、誰も助けてくれず、俺は路地裏に連れて行かれ、ボコボコにされて、店員を殴ったということで全店舗出禁にされ、しかも実家に戻ったらまたしても締め出されていて、どうしていつもこうなるんだよ。俺はただ自分の居場所が欲しいだけなのに。ここまで見たお主らは見込みがある。チャンネル登録をしていくがよい。